はい、えっ、ー、とじゃあ最後の講習を始めたいと思いますで今日多分最後で皆さんお疲れだと思いますがちょっとまあえー、まあ割と緩いって言ったんあれですけどあのこのまああのえっとロゴのやつのであで話したいと思いますであのまずですね今日 お渡ししている紙を皆さんお持ちですか、ね、あの今日話したやつはあのプリントアウトもしてあって、えー、とその通りにやりますのであの、まあ、それにも書いてありますけれどもあのででそれどっからできるかということなんですがそれはあの実はこの講習会のページから全部ダウンロードできるって話はあの多分してくれてると思うんですけどこの皆さん申し込みましたページの。 講習会の資料はこちらというところの、えー、で、僕のところのこの、これですねあの、ここをクリックしていただくと、今から話す内容のまあページが、ウェブサイトが出まして、これを元にずっとやっていきますので、で、これを打ち出したのがそのお持ちのやつなので、えっと、まあ、それを見てください。それでですね、音聞こえます大丈夫うん。まあ、はい。それで、えっと、まあ、今日のこの、 僕の部分の話っていうのはまあ遺伝子発現の,のデータベースの話をえするっていうことでそれとまああの遺伝子発現のデータっていうのはちょっといろんな経緯からえそれ大体このオミックスの関係のデータベースというふうにほぼ名前を変えて言われることが多いので一応それもまあ含めてっていうことだったんですけれども先ほど奥田さんがだいぶプロテオーム関係とかを話していただいたのであんまりまあ そっっちはまあしななくててもいいかなと思ってますですけれどもまあ,まあ主にまあ遺伝子発現データベースに関してえっとまあ使い方というかまあどういうふうに使っ再利用しているかというのをえ再利用の研究しているかというのをお話しできればと思います。まあ、お話っていうよりはまあ皆さん眠くなるので手を動かしてやるっていうのを主に時間を取りたいと思いますのでえっとやってください。でまあそんなのも分かるよという人はどん,どんどん先に行ってください。 でなぜそう言うかというとこの講習の流れのところを見ていただくとですねあの、まあ、皆さんと一緒にやるのはこの「実習」って書いている部分で、まあ、12344つあって、まあ、それ以外に「応用」とか書いてあると思うんですけれども、まあ、そういうまあ応用に関してはここでみんなでや,らやりませんけれどもあのまあ早くできてしまったという方はあのちょっとこれをトライしてみれば見ていただければというふうに思います。 でまああのまあ公衆今までえと今日何個かもう二つぐらいか受けてると思うんですけれどもまあ注意点ということでなんですけれどもまあ先ほどもあった通りまあみんなで一気にえっとアクセスするとつながりにくくなりますこれはあのどのサイトでもそうですなんでそこのそのサイトだけがあのショボいんじゃないかとかって皆さん思うかもしれませんけどそういうものですそれはあの皆さんで一気にアクセスするというのはアタックという行為と。 全く一緒なんで、えー、できればあのまあちょっと早めにやるとかちょっと後でやるとかいうふうにやっていただいた方がまああのいいかなというふうに思います。でまあ反応がないからって,って何回もクリックするとますます事態は悪くなりますということでおおらかな気持ちで臨みましょうというふうにいつも言ってます。でまあ分からないことがあったら、えーっとまあ、挙手してくださいってことなんですけれども、まあ、あのまあ僕のはあんまりこう詰め込みというか。 話をいっぱいするっていうよりはあれなんで分からなくなったら言ってくださいでその時点であのえっといろいろえっとまあ、えっとサポートでき,できる範囲ですけどまあそれをやっていこうというふうに思ってますでそれにまああの関連してですねまあいろいろまあ話あの聞きたいこととかがあると思うんですけどもまあここでえっと人を呼んで言いづらいとかいうふうなことがあるだろうとおも 思いますですので今回も今回というか今回ちょっと試しにですねこういう Google スライドでお話、えっと、授業でやってるのがこうチャット形式で質問できるという仕組みがですねこの Google スライドに用意されております。でそれ,をそれの機能を使おうと思ってましてでここに書いてある Google スライド多分あの皆さんお渡ししたやつには URL 書いてないんですけれども。あのこの、えっと このページからこのウェブサイトの方を見ていただいて、この実行者質問用フォームというのをクリックすると出てきてここに質問できるみたいなのが用意してあってですねこれは今まだ質問を開始してないから受付開始してないから出てないんですけど講師にはですねこういうふうにあってここで今から質問受付を開始しますってやるとこれで。どうですね、えっと こういういうに質問できます、えー、よろしくお願いしますとかってこうやってやると僕の方に出てで質問の方のこっちの私のこうページにこういうふうに出てきますので何かあったらあのやってくださいで匿名も匿名でも質問できるみたいなのでまあでかといってあの変なこと書かないでください。あの <laughs> えっと、ですけれども、まあ、あの質問できますのでこういう形でここに書いていただいても結構でできる限り僕見るようにしますので、えっと、このでもこの、えっと、ページチャットのページはこの今お話しする2時間だけのものですですので終わったら全部消えますしなんであの残,残さないつもりなので何か書いていただければというふうに思います質問があった場合。まあ、あのででげてていいただいても結構なんですけどあの、まあ そういうふうう、えー、いいにににけけるるよよここのから、ね、なってま,すまあできればこれクリックしてもこのページがなくなっちゃうので、えー、右クリックして新しいタブで開くとか新しいウィンドウで開くみたいなことをしていただいてこのページはあの残すようにしてください。なんでかというとこのページで全部説明しますのでこのページがあのなくなったら困るので、まあ、もしあの、えー、それでなくしそうだという方はもうブックマークするとか、えー、いろいろやってみてくださいはい。 わかりましたそんな感じでいいですか、はい。じゃあそれで続けます。それでですねえー、っとまず、まあ、いつもこれ統合テレビの話してるんですけれども、まあ、午前中にもう話していただいたと思いますから、まあ、統合テレビの話はそんなにしませんけどあの、まあ、先ほどの福田さんの話にもあったようにあの、えっと、さっきはヒューマンプロテインアトラスの話がありましたけどああいう有用そうなデータベースとか ツールとかの使い方をいろいろ動画でえ紹介しようと言って10年前に初めてずっとやってます、えー、っとまあ1万1万ゃ1300個ぐらいあの動画が上がってるんですけれども今そうやって紹介したみたいなあのスクリーン上でこうあのここのクリックしてくださいあそこをクリックしてくださいここに,入に配列入力してくださいみたいなタイプの。 ものもありますし、今私が話しているようなタイプの、あの講演を、あの撮った動画みたいなのも。あの、ええ、いろいろ入ってて、それで1300ぐらいになっております。ですので、まあ、これも、まあ、後で見ていただくと、自分で勉強するときにはすごく良くてですね。特に、好評なのが、あの、n. B. D. C. の方で、えっと、毎年やっております。あの、夏にやってるんですけど、えっと、n. G. S.、あ、次世代シーケンサーのデータをどう解析するかという。集中的な、あの、と。 トレーニングのあのセミナーをしているんですけれども、それのえっと動画がですね、すごく好評で、それでえっとまあ勉強してその動画を見て勉強してで、まあ実際のセミナーも受けてで動画でまた復習して、それであのバイオマティックスの職を得たという人もえっといるぐらいえっと割と使われております。ですので、まあぜひえっとそういうふうに活用してみてください。で、動画テレビに関してはですね、まあいろいろ。 統合テレビこういうのを作ってほしいのにないなとかいうようなことがある場合はここにあるリクエストフォームですねこれもまあ右クリックするんですけど右クリックでやるとこういう,こう,いうふうにリクエストお問い合わせっていうふうなのがこういうどっか受け付けられますので匿名でも匿名で受け付けますので是非こんなものの統合テレビ欲しいなというのがあったらここに リクエストしてみてください。そういう、まあ、あの、仕組みになってます。で、まあ、この統合テレビなんですけど、作ってくれる方は募集してますので。あの、えー、ぜひやってみたいなという,ような方がいたら、まあ。大学院生とか、えっと、大学生の方が。 といいう方が多いんですけれども社会人の方でもまあそういうのはやってみたいなっていう方は今やってますのでそれの,、まああの宣伝のための絵はがきもこの辺に用意してますので後で欲しかったらぜひ前に取りに来てみてくださいはい、はい、そんな感じで統合テレビに関してはまあ軽く簡単にお話しますでえっとまあ本題に入っていきたいと思うんですけれども、えっと、本題ですが まあ公共オミックス DB とかいうふうにえと今回えと名前をつけましたタイトルに。なんでそう言ってるかというとさっきもちょっと言ったんですけどもあの遺伝子発現のデータベースはまあオミックスのデータベースの中でもよくまあ使われるゲノム以外でえオミックスのデータとしてよく使われるからまあそういうふうにえと言うことが多くなっているということです。でまあここに書いているとまり遺伝子発現などのということですねオミックス解析。 をまあデーータベース先ほどもその公共アーカイブとして J ポストを始めましたみたいな話があったと思うんですけどそういうようなあれはプロテオームですけれどもプロテオームのデータベースとかいうのもどんどんあのデータベースとして公共に公共データベースのどっかに入れないと論文が出ないとか論文を通してもらえないとかそういうことに今どんどんなっていっててその一つとして遺伝子発現もあります。なんですけどその ことに関して、えっと日本の研究者の人たちと海外との間ですごく温度差があるっていう話をまずしてます。うん、それでこれマインドザギャップと言ってまして、これ何かというと、えー、海外のまあ、研究費、まあ N.H. グラントであるとかウェルカムトラストイギリスですねとかの場合は、あのそのそこでもらった研究費を使ったあデータっていうのは論文投稿前に。えー そういういデーータベースにすべてでかっていうとそういう研究費を助成しているところがもう求めていて公共データベースに入れないと、えっと、まあ、えっと、そのグラントをもらってちゃんと研究したことにならないみたいなそういう、まあ、きつい決まりになっています。ですけど日本はちょっとその辺、えっと、グラントを出してくれるところが、まあ、甘いというか緩いというか寛容でして。えっと あんまり日本の場合は論文投稿直前ぐらいにデータを登録することが多いんですよねそういうちょっと差があるということをまずよく知っておいていただければと思います。これは塩基配列のデータだけじゃなくて全てですね遺伝子発現のマイクロアレイのデータであるとか先ほど出てきたそのタンパク質のスペックメトリーのデータであるとか全てそういうものですね。 そういういことになってますでまあそれを知った上でですねでこの公共ミックスデータベースの話をちょっとするんですけどで実はあのこれも歴史を語らないといけなくて歴史をちょっとあの話させてください。で,で遺伝子発現のデータって、えっと、まあ昔からもちろんあったんですけど遺伝子発現のデータは1個ずつのまあ遺伝子かまあ何個かの遺伝子の発現を測るというのがものすごくまあえっと やられてきてきその一つとして定量 PCR の,の実験とかがまあ,あって特定の遺伝子に関してきっちり測るということを、まあ、もちろん今でもそれは主流でやってるんですけれどもそれがですねあの全部の遺伝子を一気に測るというふうな文化がですね20世紀の終わりぐらいから出てきててそれがまあこのマイクロアレイってやつですねこ,のここに書いてますけど。 マイクロアレーというものが出てきましたでこれはマイクロアレイって何かっていうと要するにあの、まあ、皆さんご存知のノザンハイブリダイゼーションですねノザンのノザンをまあ一気に全ての遺伝子で一気にやっちゃうとでそれはまあノザンなんかはメンブレンで結構でかいスペースでハイブリダイゼーションしてましたけどそうじゃなくて、えっと、とにかくミニチュア化してちっちゃくしてハイブリダイゼーションするとでそうすることでえ全部の遺伝子を一気に発現のえっと 発言が測定できるとそういうことがまあそれをやって、まあ、マイクロアレのデータベースイコール遺伝子発言のデータベースみたいな時代になったのが、まあえっと、2000年ちょい過ぎぐらいですね2000年代の前半ぐらいがそういうふうになってましたそれがまあそういう時代だったんですねでその時にできたデータベースがその下にも書いてますけどこの GEO とか a l e x クスプレスとかいう名前だったんですね。名前かからして分かる通りマイクロアレっぽいですね。 はい、だったんですよで、えー、その時のデータベースは、まあえっと、イメージその、えー、マイクロアレイっていうのは、まあ、あのスライドガラス状にいっぱいこう、えっと、DNA を打ち付けたものを、まあ、なんでそれを、まあ、スキャン蛍光スキャナーで、まあ、スキャンしてどんなあの画像パターンが出てきたかって見てその画像を定量化してでそれで数字をで発言値を得るとそういう実験な,んなもんで、えー そのイメージのデータとそこから実際に定量した定量データですねそういうものがまあ得られてきてたんですねでそれらをまあデータベース化しようといってデータベースが出てきてきましたでまあ今言ったように今残ってるのはゲゲオとアレックスプレスなんですけど実はあの日本でも同じようなことをやっててサイベックスって言ってたんですけどこれは DDBJ の方で三島の方の DDBJ の方でやってたんですけど、えー 途中でまあいろいろ予算の関係とか人間の関係で、えー、とやめちゃいましたやめちゃったんですけれどもあの実は、えー、マイクロアレイじゃなくて今度はそのオミックスのデータのアーカイブとして、えー、実はあのこの、えー、と本当は3月ってたんですけど5月になりそうなんですけど復活することに、えー、となりましたでまあ DDB ジオミックスアーカイブという名前で仕切り直しするんですけど実はマイクロアレイだけじゃなくて後で出てくる RNSX のデータとかそういうものをまあ受け付けるというふうになってますもちろんマイクロアレイのデータも受け付けるんですけれどもそういうもののまあアーカイブ入れ物レポジトリって言ってますけどとしてデータベースをまあ再開しようとそんなふうになってますで、まあ、あのまあそんな感じでこのイギリスがああアメリカ NCBI のアメリカのゲオっていうのとヨーロッパのイギリスのところにある EBI のアレックスプレスのが2つずっとあってですねお互いデータを交換とかしてくれたらよかったんですけど最初はしてなくてで途中から EBI の方がこのゲオのデータを取り込みますっていうふうな感じでずっとやってたんですけどえと今年度というか去年か2017年にそれをやめますというお知らせが出てですね ちょっとこちらも僕もそれの専門でずっとやってたんですけどちょっと混乱があって前はだから EBI がゲオのデータを取り込むっていうのでこっちさえ見てればよかったんですけどそうじゃなくなったというふうな状況になっててえとだ結局今はその両方を見てないとまずいというふうな状況になってますそういうまああの状況っていうのがありましたでまあそれがまあ今までのと次世代シーケンサー出る前の状況で,でした でまあ、それでマイクロアレイのデータベースイコール、えっとえっとえっと、遺伝子発現のデータベースだったんですけど実はマイクロアレイっていうのは遺伝子発現以外にもいいろろ測定でできたんですね例えばあの、えっと、転写因子の結合領域の部分の配列なんかの、まあ、昔チップ,チップ,チ,ップチップって呼んでましたけどチップンチップのデータとかいうのも実はそのマイクロアレイで測定できると。 そういうデータもこのゲオとかアレックスプレスにどんどん登録されていってて遺伝子発現のデータだけじゃなかったんですねだからまあオミックスのデータというふうに言うんですけれどもそういうえっと遺伝子発現以外のデータも入ったこのゲオとかアレックスプレスっていう状況だったところにさらにややこしくなる要因として次世代シーケンサーが現れて、まあ、これが。 現れたの2007年ぐらいだと思うんですけれどもその後それもやっぱりデータベース化しようということで始まって、えー、やっぱり同じとこに入っていったんですねあのゲオトがアレックスプレスに名前からしてもういろいろ破綻してるんですけど、まあ、そういうまあ状況でリセラシーケンサーから得られたまあ RNA を読んだ RNAseq っていう実験のデータも こちらに入るし実際シーケンサーで読んだチップセックのデータですねチッップセックというのは、まああのまあ、クロマチン免疫鎮行による,あの要するにえで取ってきたシーケン DNA の配列をえ実際シーケンサーで読んだデータですねそういうようなものも全部こっちに入るとこの,この2つに入るというようなのでもう今何でもかんでもここに入ってますでえそういう状況になってますね。 なっているので非常にややこしくてす況になってますなんですけどまあ結果として言いたかったのはその、まあ、自分らで論文を発表する時はどこ公共データベースのどこかにまあ登録されててそれの ID が何であるってことが分かって他の人がトレースできればそれでまあいいわけでしてどこに投げないといけないってことは特にないんですけれども、まあ、それぞれのデータごとに適切なあの レポジトリというのがあるので、それを知っててそこに入れないといけないというのは風になってます。まあそれはちょっとまあいろいろしいと思いますけど、この辺の経緯に関してはちょっと去年本を書いたんで、あのそこにもうちょっと詳しく載ってますんで、あのこういう本を書いたんで、生命科学データ解析って本を書いたんで、あのもしよかったらこれとここに後で話し終わった後にも置い置いときますんであの、と話あまあ終わった後に見てください。 まあもしくはご存知の方もいると思いますけどそういうのが今言ったような経緯がえっと書いてあります。でも今日はちょっともう遺伝子発現のデー,タだけデータの解析だけに絞ってですねお話をしたいと思いますので、えっと、遺伝子発現のデータがどう作られてどう利用すればいいかというのを今からえっと演習と一緒にお話し,します。 遺伝子の発現というか、まあ、発現の定量なんですけどマイクロアレンのこれ,これは割とシンプルでした。これはマイクロアレンの解析の場合はこんな感じでしてえー、っとまあ,あのこれあのスキャナーなんですけどあのさっき言ってたみたいなスライドガラスを、まあ、DNA を打ち付けてあるスライドガラスに何の DNA がハイブリシしたかっていうのをまあ検知してそれについている傾向を、まあ、でまあ傾向の強度でドローン スポットがどれぐらいあったかっていう風な。オリゴンたオリゴプローブに対応する遺伝子ごとの発現量っていうのをスキャナーから直接出てきてで、それのオリゴプローブの遺伝子が何だったかっていう遺伝子のアノテーションの情報をもらって、あとは各種ソフトで解析するみたいな流れだったんですね。だから、あの割とこの辺のデータはですね。excel のファイルのワンシート分でよくて。 ああいうスプレッドシートですねスプレッドシート型のデータを、まあ、が一番の生データでそれを使って皆さん研究するという時代でした。ですがですね、まあ、皆さん何事前アンケートを見てるとやってる方もいると思うんで、えっとまあ、知ってる人もいると思うんですけど一応お話して最初からお話しますと r n a クまあ実際シーケンサーの実験になるとこんなにややこしくなっちゃいました。でなんで さっきとずっとわりとわりと同じように書いてる同じような場所に来るように書いてるんですけどこんなにややこしくて実はその、えー、予測転写単要するに遺伝子ですね遺伝子ごとの推定発現量、まあ、発現量を得る前にですねわりといろいろしないといけないことがあるとその前に何をしてるかというとシーケンサーが出てくるのはもう配列塩基配列短い塩基配列がいっぱい出てくると。 これがいっぱいっていうのはどれぐらいかっていうと大体数千万から億ぐらいの数ですね出てきてそれをですねリード数としてですよ出てきてそれをゲノムにどんどん貼り付けてですねどこのゲノムのどの領域に貼り付いたかというのをまず貼り付けると貼り付けた後にその領域に貼り付いたところと今まで知られているその遺伝子ですねゲノムのどのど位置に どんな遺伝子とか回復重複領域があるかとかそういうふうなものを知っているゲノムアノーテーションですねという情報を足して遺伝,子ごとに遺伝子ごとの発現量をまとめるとそういう作業をしないといけなくてこの辺に書いてあるツールちょっと古いんですけれどもこういうようなツールで昔はやってました今もうちょっとこの辺のツールは使われなくなってきて。 別の新しいものになりつつありますけれどもまあ,あの論文読むとこういうもののツールで解析しているというふうに出ていると思うので名前は見たことあるかもしれませんトップハットとかカフリンクスという名前ですね。でまあ、とにかく、えー、とシーケンスで得たもの1個ずつの塩基配列だったものを遺伝子ごとの発現量にのデータが欲しいとでそうなった後はあとはマイクロアレアの時と同じと。 いうわけけなんですけれどもここの、えー、とゲノムに貼り付けるとか、えー、と遺伝子ごとに集計するとかそこがすごく、まあうん、とデータ量が多いのであの大変だったという、まあ、今でもそうなんですけど大変大変です、まあ、そういう、まあ、流れで、えー、と発現量をまあ得ると、まあ、でも多くの場合この辺の解析とかは普通はまあそのシーケンスを、えー、と担当してくれるところでやってくれると普通は思うんですけれども。あの たまにこれしかなくて困ってますっていう人はよく聞くんですけれども、まあ、あのここまでは普通はまあよくやってくれる、えー、とシーケンスをまあ受託に出したりとかするとここまでは出てくるようなことまではしてくれるんですけれどもそこからあとに関してはそれぞれの、まあえー、と研究なりの。あの 目的に合わせてです、ね、データ解析の仕方が違うのでここまでは割と一般的黄色の部分に行き着くまでは一般的なんですけどそこから先は個々の研究によって違うというふうなのがこのシー,ケンサーシーケンスを使った発言のデータ解析の流れになっていると思いますそうういうものです。 でまあ、それをデータ解析をするプロトコールとかいうのも一応本が出ててこういう本が1年半ぐらい前に出てるんですけれどもここに載ったデータ解析のプロトコールもだいぶ今古くなってきちゃってるんですけどとりあえず使えますのでこういうプロトコール本なんかも参考にしていただければと思います。でこの辺ののの辺データ解析ととかかや,やり方とかそういういは明日 午僕からはこの辺にしておいてですねあの明日の尾崎さんって方が理研の尾崎さんって方が講師でやっていただけると思いますのでそちらに期待してください。で私は主にですねそうやって皆さんが解析してその結果を公共データベースに登録するとでその公共データベースに皆さんが登録したデータをどう自分の研究に再利用するかと。 でその時にその発言のデータとかがまデータベースに登録されているんだけどまあ、一口にデータベースに登録されていると言ってもいろいろあるのでそれをまどう探し当てるかというようなことをちょっとこれからちょっとやあの皆さんと一緒にやろうと思いますはいすごいものすごく長い前置きでしたでこっからやりますで公共ミックスデータベースの使い方ということでえっとまずはですねえっとゲオと アレックスプレス2つありますって言ったと思うんですけどやっぱりアレックスプレスの方があの、えっと、インターフェースがあの使いやすいのでこっちはまず使いいい方を、えー、ご,せご説明したいと思いますで今さっき言ったように今まではその、えー、ゲオのデータは全部アレックスプレスに取り込まれてるからこっち使えばいいですよって言って講習してきたんですけど、えー、そういう状況じゃなくなったというのは2007年の10月って書いてますね。 まあそういうふういふになりましたでもインターフェースが使いやすいのでとりあえずこっちを使えば今までのデータが消えてるってことはないので、えっと、使えるかなと思います。はいじゃあみんなさん、えっと、ここから一緒にやりましょう。やりますよ。でまずアレエクスプレスのサイトにアクセスしましょう。もちろんググってたどり着いてもいいんですけどここに、えっと、リンク貼ってますからこれをえっとえっとなんだ新しいタブを開くと新しいタブで開くいうふうにしましょう。 みんなで言ったら確かに、えっと、出口がまずいかもしれませんけどこんな感じではい出ましたそれで、えっと、ここに書いてあるような感じのことで僕らは進めますけど自分はそうじゃなくて違うのでやってみたいという人は違うあの、えっと、検索語でも構いませんのでやってみてくださいで僕はここに書いてある通りやりますからちょっと一緒に皆さ,ん皆さんも見ててください

キャンサーととヒットししたものを候補として挙げてげくれれるんですねこれはですねキャンサーだけ検索するとものすごくたくさん出てきてつら、まあ、いからでこういうふうにやるとよりなんかあの、まあ、リファインされた結果というか、まあ、あの検索の絞り込みがやりやすくなるからですね。はい、で,でどうするかということですけどそれでキャンサーっていろいろ出てくるんですけどこれは実はあのこの。 ちょっと一個戻って R ってやるとまた出てきますけど、このもちろんここら辺のキャンサーサイトとかそういうふうなあのキャンサーフリーとかこういうのにを使ってもいいんですけれどもここのプラスマークがあります。このプラスマークというのはこれ実はこう解けるんですね。こクリックするとよいしょこういう風うに。でキャンサーの中にもいろいろ分類があってカルチノーマであるとかねあのガムキャンサーとかいろいろあるわけですよね。サルコーマとか。か そういういいキーワーワドっでまあそれはですねこの「キャンサー」という、えっと、キーワードの中にまたこれが分類があって、えー、この言葉の中の、えっと、エクスペリメンタルファクターオントロジーだったと思うんですけどそういう EFO というオントロジーがありましてそのオントロジーの中に自分が検索した言葉がどこにヒットしたかと。 で、それの階層に基づいて、よりあの枝葉の方というか、詳しくなる方に。こういうふうに、あの提示してくれるんですね。そこに、自分がマッチするものが、よりないかというのを探していって、それで検索すると。そういう、何回も何回も検索を繰り返すよりは、ここで。そういうふうに絞り込んでいったら、あの楽にできるというふうな、まあ、インターフェースになっているということです。まあ、慣れないうちは、ちょっと変かもしれませんけど、こういうので、できます。で、まあ、この例では、えっ、ー、と、まあ、そのまま。 キャンサーで検索してくださいその場合はもう普通にこの右の虫眼鏡ボタンを押せばキャンサーで検索ができますので、はい、そうするとですねこんな結果が出てきましたこういうの出てきましたでしょうかであのそこの ここの僕のがやったのと時と検索件数が違うとかそういうのはあまり気にしないでください。これは僕が資料を作った時に比べて件数が変わっているのはそんだけ増えたってことです。ですのであまり気にしないでください。でこの時に見ていろいろ気づくと思います。キャンサーっていうのがどこにあるかっていうのをまあいつも目で探すかもしれませんけどこれはもうあらかじめ黄色でキャンサーのところをハイライトしてくれています。実はそれ以外にもなんか色がついてますね それは何かというと「キャンサー」っていうキーワードに関連しそうな、えー、オントロジーのものはこういう風に色を塗ってくれてます。でまた逆に「キャンサー」っていう文字がどこにもないのにこうやってヒットしてるようなものがあると思うんですけどこれは実はそのタイトル行に出てきたらこれが出てるだけで実際にはあのこれはタイトルだけじゃなくてそのそれぞれの実験に、まあ、メタデータといっていっぱいいろいろ記述されてるんですね。あのこの 中にです、ね、もっとタイトルよりも長い記述ディスクリプションがあってそこの中で「キャンサー」とか「キャンサー関連用語」がヒットしてくるとこういうふうにもうすでにキャンサーにヒットしたエントリーとしてこういうふうに出てくるようになってます。ですのでまあ,あ、えっと、ちょっと賢いんですね。まあ、えっと、遺伝子発言というか、まあ、これの版の Google だと思っていただければ分かるんですけどこういうふうに、えっとえっと、なっているということが書いてあるのがこの「えっと。 それを説明しているのはこの4番の番ところになってます。ここまでいいですか大丈夫ですか皆さん。はい。ちょっと簡単すぎますか <laughs> まあいいです。で、じゃあ、あの、今のキャンサーだと、1万6万六千件ぐらい引っ越しとしてきたんで、まあいろいろ、いろいろキャンサー何でもいいんですけれども、僕はたまたま、えっ、ー、と、オーラルキャンサーというキーワードで、えー、とやってみたいと思います。それは絞り込みですね。まあ、これはちょっと、えっ、ー、と、出たので、 ととりあえず戻るとそういう時に一番トップに戻る時っていうのは大体このロゴのところをクリックすると最初のトップに戻れることが多いです大体いろんなサイトで最初からまた最初からやるでなんかバックボタンで戻るボタンっていうのもあってこの戻るボタンで戻ってもいいんですけど動作が変になることが多いので、まあ、こんな感じであのアイコンをクリックして最初からやり直すっていうふうにした方がなんかいいことが多いと思います、まあ、これもチップですねオーラルキャンサーと。 やって検索しまあ何でもいいですよあの皆さんあの自分の関連するようなあのキャンサーじゃなくても何でもやってみたらいいと思いますでオーラルキャンサーでやるとこんな感じでヒットしてきましたえー、っとこのオーラルキャンサーでやると、まあ、あのこんなにたくさんヒットしてくると。 でなんでオーラルキャンサーにしたかっていうとこれは実はその並び替えの皆さんを見てもらおうと思ってです。でこれデフォルトだとこれ並んでる並びがいろいろあってグーグルなんかだったら関連が高いものとかなんかグーグルにお金払ったものが上に出てくるんですけどあのこれの場合はですね実はデータベースのエントリーなんでリリース日リリースとって書いてますけど要するにデータが公開された日が新しいものから上に来るように並んでるんですね。 まあその方が皆さんにとってはありがたいというかこれで毎日毎日同じキーワードで興味があって毎日毎日見てる人は一番上の行だけ増えたら何が増えたかとかなんとなく人間だから覚えてますよね。そういうふうなのでまあ便利だからというので一番最初のデフォルトはリリースとなってます。ですけどえこんなあのデフォルトで使うのはだけではもったいないというのがここの次の皆さんとやってるやつでえっとこれですね。 これですね、デフォルトではリリースと。で、新しいものから古いもの順に並んでいますとで。ここで、まあ、実は何でもこれ、カラムで、えっと、相当できるんですけど、えー、ここにはですね、面白いカラムがあって、ビューっていうのがあります。ビューズ。これな、何かというとですね、こ、え、れ、ー、見た数です。つまり、ここのインターフェースを使って、誰かが検索して、この詳細ボタンっていうのが、まあ、詳細っていうのはこっちの。 ままだ1回もやってませんけどこっちですねここをクリックした時に詳細画面が出ますけどその詳細画面に行き着いた人が何回クリックされたかというのを、えー、彼らのところで集計しててそれで、えっとまあ、見るとでこれはじゃあ何を意味しているかというと、えー、ものすごくみんなが見てるあの、えー、ものが上に来る程度古くないともちろんわりますもちろん見られてるっていうことはある程度古くないともちろんいけないわけですけれども。まあ、それでもみあの 新しいのによく見られてるやつとかもありますこれは多分あのその業界ではみんながよく見るエントリーなんだろうみたいにこう思うわけです、まあ、そういうような、まあ、あの使い方もできますのでこういうあのカラムによる、えっと、クリックなんかもこれできるよっていうのが、えっと、ここに書いてます。はい、それが、まあえっと ここの、えっと、6番で皆さんでやるってことで、7番は、えっと、詳細を見ようということです。詳細は、えっと、この、ここですね。ここの、アクセッション番号っていう、この E の M タブ62って書いている、こういうふうなものをクリックすると、詳細画面が、こういうふうに、えっと、出ます。あれみんなで行ったから、詳細画面がすぐ出ないかなとすると、みんなで行くとすぐ出ないかもしれません。ちょっと僕だけ別の、ネットワークに行こうかな。 ひょっとするとですねあのサーバー向こうのサーバー側にが聞き込みじゃなくてここの部屋から出ていくインターネットの回線がこんだけの人数でやると聞、えー、き込みのこともあるのでもしなんか別の手段持ってる人いたら別のものでつなぐとサクサクつながるかもしれません。はい、でまあ今この例ですね。でなんか色がいっぱいこれついてますけどちょっとますあのこれはですね自分が検索した言葉 がまあこの黄色でハイライトされていてそれと関連しそうな言葉はこのオレンジ色でまあハイライトするっていうのがずっとこれさっきの画面からずっと引き継がれて次のに行くからなんです、はい、こういうふうにえっとまあサンプルの中にすごくあの当然がんに関係しているものがあってなんでかなと思うとここに見るとですねサンプルの数が5372ってあるっていうこれものすごく多分でかいデータですねそれはそのはずですねこの辺のえっとなんだ このディスクリプションとか読むとすごいあのでっかい研究によるデータの登録だからっていうふうになってるからです。まあ、だからこういうものを見てももちろんわかるしこの下のです、ね、サイテーションっところを見るとそのデータに関連した論文発表がこんな感じで出てます。これもこういうふうにデータを見るといいよっていう話です。はい。これが7番ですね。で あのさっきこう気づいたと思うんですけどここになんかこの部分になんかいろいろ番号なのになんか e「E」から始まるみんな全部「E」から始まるけどたまに「MTAB」だったり「TABM」だったり「GEOD」D、であったりとかいろいろな種類があるんですけどこれには実はあの意味が込められててそれの意味なんですけどそれはここに書いてますっていうふうに。 書いててそれはですねえこれはアクセッションコードに意味がありますとで E から始まるのはエクスペリメントですって A から始まるのは RA のデザインですっていうふうに書いてあってでそれの次に続くのは実はここに書いてある通りでさっき出てきた MTAB っていうのはこれですねエクスペリメントに明示タブフォーマットっていって Submitted ア a m t a b s p r e a d s h e e t s u b m i s s i o n t o o l っていってまあこれは EBI であのデータを受け付けたもの 最近受け付けたやつがこれ MTAB でつくっていうふうになっててで多分この検索しててよく出てくるのはこの GEOD ってやつなんですけどこれは実は NCBI のゲオから取り込んだものがこの番号がつきます。ここですね、っていうふうなまあことです。で一応、えー、と僕、えー、と三島の遺伝犬から来たので、えーとえー、宣伝しておくと。えーと DORD というのが多分1件だけ今登録されてると思うんですけど、これは d d b j のオミックスアーカイブというものから登録されたものっていうので、今1件だけ登録されてて、これが今後は増えるかなというふうに思いますので、まあ、えっと、なんかここだけ URL が変ですけどあの、はい、なんかそんなふうになってます。はい。まあそんな感じでやっててください。あんまりこんなペースでやってると。 まあ時間が間がに合わなないかブラウザのデバッグボタンで戻ってもいいんですけれどもえでもうちょっとここでちょっとこういう詳細なエントリー見たやつはちょっと戻りましょうと1個戻ってこの結果でいろいろあるんですけどここで見ていただきたいのがそのプロセストっていうのがあのこれは実はそのデータがですね処理済み解析済みデータが利用可能だっていうのはこの このマークですこれはないってことは、えー、とプロセスとデータがないってことです。であと「ロー」っていうのはこれ生データですね。生データがあるものに関してはこういうふうにあのアイコンがついてて、まあ、クリップ止めみたいなのがついてることが多いです。であともう一つあるこの「アトラス」っていうのはこの、えー、EBI の方でもう一つ、えーとえー、と遺伝子発現のデータをまとめた「エクスプレッションアトラス」というものを作ってるんですけどそっちの「エクスプレッションアトラス」側にもデータがこのデータを使ったデータものがあるよっていうものはこの「えっ、ー、と ククリップのマークがついてます、まあ、だからどのデータがあるものを使いたいっていう時に一個ずつ見てってああなかったって、えー、残念がらないでこのページで実は全部わかるという、えー、と形になってます。でここでプロセストとかってクリックするとそのえっ、ー、とあれ出ないかなあっちょっと遅いんだ。あのプロセストって今押すとそのデータがあるものだけがこうあの 上の方にバッと出てきたりとかいうふうなことができるよって言いたかったんですけどあこういうふうに、はい、そうですねちょっとレスポンスが悪くなっているようですまあこういうふうにできるということですこっちかそれがこの9番で書いてありますねででこのいろいろまあデータの種類にもあるんですけどこの 下向きの矢印がこれがあるものをクリックするとそのデータのダウンロードが直接始まりますよっていうのがここのえっと10番で説明していることです。これはまあ自分でそういういいデータを見つけてきたらこれでダウンロードしてきてあのそのロー生データを再利用すると。でまあそれの解析方法とかまあいろいろえっとマイクロアレのデータと r n s クの場合で全然いろいろ違うのでそれに関してはちょっと今日はやりませんがあのそういうあの データ生データの使うやり方であるとか、えー、と解析済みデータプロセストデータを使うとかそういうことがまあできると、まあ、そういうのが、えー、と簡単にまあ探せるよとで、まあ、さっきも簡単に言っちゃいましたけど11番のところで説明してるのはそのアトラスにアイコンあるのはエクスプレッションアトラスというものにデータが、えー、入ってると。 エクスペションアトラスの方に見に行くと今はみんなで一緒にやりませんけれども縦にこうやって遺伝子になってて横がいろいろ実験条件になっててそれで遺伝子発現があったものなかったものというのはこういうふうに、えっと、テーブル上にもヒートマップであの可視化した結果のデータが、まあ、あ,のあることがあるというふうになっててこっちの Expression アトラスの方のデータの整備を今 EBI の方は頑張ってやっているそうですのでこっちにたまたまデータがあるものがあったら これで見るとややこしい解析はしなくても Web だけでこのデータを見ることができるでしょうということがここでできます。はい、これがの部分ですちょっとあんまり駆け足でしたけどこの辺の使い方とかもですね先ほど説明していた統合テレビの方にありますのでこんな感じで統合テレビにあるよっていう場合はこんな感じであのですね。 えっと説明リンクが貼ってありますのでそれで見てください。でえっとですねゲオの使い方もやりたかったんですけど、えっと、このペースでやってると終わらないので今回はえっと割愛しますけれども Geo の方はあと、まあ、統合テレビもあるのでそれを見ていただいたらいいんですけど Geo の場合はデータの ID が、えっと、ちょっと種類が、えっと、アレックスプレスに比べて多くなっててそれがですね、えっと、ここに書いてあるように G PL とか GSMGSEGDS ってから始まるデータの ID がよくあると思うんですけどよく見るのは多分 GSE っていうのから始まる ID だと思うんですけどこれはあの実験シリーズなんですよね実験シリーズの ID がついてて個々のデータに関してはこの GSM とかいう ID がついていることが多くてそっちをまあ見ることが多いんじゃないかなと思います。 この GPL というのはプラットフォームで昔はマイクロアレイのチップの種類だったんですけど今,に関して今はその r n s e クであるとかそういうふうなことまでこの GPL というのでの ID で記述されていることが多くて同じ ID を持つもののデータを NCBI の中から探してくることができるようになっています。 あのこの辺は全部 NCBI のデータベース入ってますので NCBI のトップサイトからこの辺の ID を貼り付けてやるとあのその関連するデータが得られます。た、えーまあ、多分ググってもその ID をググっても出てこないことが多いんですけど、えー、Google 検索しても得られないんですけど NCBI のトップサイトから検索するとなあの何かしら関連しているデータがあの紐付けられて見れることが多いので何、えー、か ID を見たらそういうふうに、えー、とゲオの場合をしてみるとえっ、ー、と より詳細なデータ、論文とかで出てきて,て、よくわかんないアイディアできたらそういうのねやってみるといいかなというふうに思います。で、でですねこの辺のあのゲオにあれエクスプレスにしてもゲゲオにしてもちょっと使い方がややこしいんですけど、まあオリジナルサイトなんですけどね。まあすべてのデータを載せて見れるようにするという使命を追っているちょっと難しいんですけれども、それをさらにちょっと簡単にグラフ的に 可視化しようということをちょっと僕やってまして、それだけちょっと紹介しようと思ってます。思います。で、それがこのえっと All of Gene Expression と呼んでる青いってやつで、これはですね、あのえっとまあ遺伝子発現のデータの目次を作ったという感じです。で、データの目次なんですけど、えっとまあ簡単にえっとできるようにトップページに行ったらあの各年ごとにどれぐらいデータがあのあって それの生物種が何でっていうふうなものがこういうふうに分かるようなインターフェースを作っています。これもちょっとアクセスしてみましょう。まあ皆さんでやっても大丈夫です大丈夫なはずです、はい、<laughs> そのためにちょっとサーバーを今回増強してきましたんでちょっと落としてみてください。でこういうのが葵のページでこれは何かというとその公共のデータベース実はさっきのアレエクスプレス をまず今入れてるんですけど、アレクスプレス上のデータをこう可視化してわかりやすくするということをしています。ですけどさっき言ってたみたいに、えっ、ー、と Geo のデータがあの入らないってことになったので、えー、なってるために実は202017年はまだデータが全然入ってないですね。実は Geo のデータというのは一番えっ、ー、と数としては多くて、Geo、えー、に入ってくるえっ、ー、とえっ、ー、とデータ数が一番実は多いんですね。でアレクスプレスはそれのまあ まあ10分の1ぐらいなためにこんなふうことになっててゲオのデータの取り込みやめちゃったから2017年の分はちょっと今データが入ってないので今急きょ急,急いでえっとえっとえっとプログラムを書いてるところですですけどちょっと,えっと間に合ってないのでこんなふうになってますけれどもあのまあ年ごとのデータの,あのヒストグラムが分かってつまり言いたいのは2001年ぐらいからデータが 入ってるんだなというのが分かったりするとかそういうふうなことですね。で、えっと右の方がそれのえっとデータの内訳で生物仕事にえっとやっててどういう生物のものが多いかっていうのですけど、まあ四分の三ぐらいは人すマウスだっていうのが分かると思います。これすこですね。で、えっとこれはですね単にこれ見せてるだけじゃなくて、えっとこれマウス操作でいろいろできます。例えば 例えばというかここの課題に書いてあるのかな書いててまあ何かクリックするとそのデその,種のデータだけは絞り込めますって書いてあるんですね。これの場合大腸菌してますけどじゃあ僕も大腸菌やりますけど大腸菌がこの辺にありますね。で大腸菌のところでここで「えい」ってクリックします。そうすると大腸菌だけになりました。今ちょっと気づいたかもしれませんけどヒストグラムの変わりましたね。 まあこんなふうにあの大腸菌のデータだけで見るとこういう推移があるとかえ人たす大腸菌とかもできるし人だけとかもできますしえまあそういうあの仕組みになってます。まあ、ちょっとここでやっちょっとみんなでやってると終わんないのでやりませんけどこんな感じであの生物種だけのデータの登録に絞り込めます。でさらにですね、えっと まあこれは、まあこれで置いといて、ちょっとここもアイコンをクリックしてトップに戻りますけど、これがまあ青いの前半部分、上の上半分の方のえっとランキングの見るもので、えっとランキングは、ええっっととまあ十多いものトップ三十まで、えっとあれ、三十一も出てるな、トップ三十まで、あ三十一あ三十一アザですね、三十まで出るようになってて。 その横にこの生物の,このアイコンなんですけどこれはあの統合ピクチャーギャラリーというあの統合テレビの中にある性的な画像のえっとサイトがあるんですがそこで作っているその生物のアイコンが出るようになってなって,てまあ分かりやすくなっているとそういうものになってます。でそれはちょっと余談で下の方に見るとこういうあのビューになります。でこちらはですねまた違う観点でデータを整理しててで何かというと。 これも年ごとにデータの件数が出てるには違いないんですけれどもこれは実はマイクロアレイとシーケンサーで発言データを分類したものです。で青系がこれマイクロアレイで赤系がシーケンサー系なんですけどそれでマイクロアレイも3種類分けててアフィメトリックスかアジネンとかそれ以外かというふうな。 すごいざっくりとしたおけ方してあります。で、えー、NGS の方もえっとイルミナカその他というすごいざっくりしたおけ方してて、えー、そんな感じになってます。で、見ると分かる通り、ちょっとまあ2017年を置いといて、えー、NGS がどんどんえっ、ー、と遺伝子発現データの中で、えー、年ごとにメジャーになってきてると。なんだけど累積的にはまだまだあの。 マイクロアレのデータの方が多いし、えー、まあ、あとは各社はどうなっているかというのが分かると思います。まあ、そういうことです。で、それがですね、あのそれと同じのが横にこのあの分類でこれ生物種ごとなんですけど、えー、入ってて、これだけだとあの今全ての種類のデータを選んでるから、えっ、ー、と全部の、えー、さっきの上の方の分類と変わらないんですけれども、ここでですね、えっ、ー、と例えば、えー NGS だけとか選んでですねやるとこの横の生物種ごとのヒストグラムも変化したのが分かったと思います。つまり NGS のデータで数が多いたくさん登録されている生物種は何かといったらまあ一位にはともかくとしてまあ三位はドロソフィラで。 4位はギリギリアラビドプシスで5位はシーレガンス線虫であるというふうなようなことがまあ分かるんですね、まあ、そういうようなものが分かるようにこういうふうなものを作ってて、まあ、分かりやすくなるようにしているとこれただ単にこういうふうにあのざっくりした統計が見えるだけじゃなくて本当はですね本当はっていうかまあ実際にこれやるんですけど例えばマウスだけ選んで過去これドラッグでできるんですけど過去何年か分をこう選ぶとか。 3年分を選んでその中からデータを選んでみるというのはこれ選択した項目でリスト表示というのをクリックするとそういうふうに出てくるそれのものだけが出てきてそれぞれは1個ずつクリックすると先ほどのアレ e クス r e スのところに飛ぶというふうな使い方をするものになっています。ちょっと時間がないのでちょっとこの辺一気にやっちゃいましたけどそういうようなデータの絞り込みがですね割と グラフィカルにグイでできるというふうなところをまあ売りにしててこのデータをまあえっと今まではアレエクスプレスがゲノムを取り込んでいるということでやってきてたんですけれどもまあちょっと今そこでいろんな生物種からそのデータを集めるっていうふうな,あ生物ない,いろんなデータベースからそのデータを集めるってことを今ちょっと頑張ってやってるところです。う スマウスもやりますけどあのどちらかというと非モデル生物みたいなあんまりデータ数が登録されてないもの今まで皆さんあんまり研究してなかったけど NGS ができることで、まあ、あの研究ができるような生物を対象にしていることが多いんですけどその時に比較対象になるようなデータを公共データから探してくるという時にこういうツールを実際に自分でも使ってやってます。もちろんこれで まあ、葵で見つかれゃいいんですけれどもそれで見つからない時は先ほどのアレエクスプレスであるとかあのゲオであるとかそういうふうなものに、まあ、も、まあ、探してっていうふうなことを日々やっております。はいでういうようなことをまあやってましてでこの葵の使い方に関しては先ほど来言ってますこの統合テレビでですねこれも何回も何回も言っててもう耳にタコできると思うんですけど一応。 こういうふういふに統合テレビにそれの使い方動画がありますのでこれを見てください。はい。ちょっとこれもあまり時間がないのでちょっと先を進みたいと思います。まあ、そういうふうに公共のデータベースオミックスのデータベースというのはそういうふうな形で2つ GEO と a l e x p r e s というのが一番大きくてそれを 使いやすくすくるようなツールで僕が使っているよう青いとかそういうふうなものがあってそういうものをまあ検索使ってまあえと検索してくると、まあ、ただにデータベースだけあってもなかなか検索しづらいのでそういうツールを作ってやるというようなことをえっと僕らは普段やってますでその使いやすくするためのツールの一つとしてこの次にえとやっていくのがまあ個々の遺伝子の発現のプロファイルを調べるというところで出てくるツールですでえっ、ー、とそれでえと作って たのが僕らのところで作ったのがそのこリファレンスエクスプレッションデータセットと呼んでいるレレフェックスというものです。でこれなんですけどあのまあ、これもえっと実習ありますけどあのまあ、いろんな生物はまあさっきまではいろいろな生物の方向もまあ、えっとすべて公共データベースに登録されているすべての生物を対象にいろいろも話をしてたんですけどまあ多くの場合は人マウスまあラットぐらいしかまあ皆さん見ないわけですよね使わないわけですよねでそれぞれで でもあの正常な時の組織の発言がどうなってるかとか、えー、皆さんがよく使う、えー、セルラインでどうなってるかとか、えー、と初代培養の、えー、とやつでどうなってるかとかそういうことを、まあえー、あらかじめやっといてくれればあんまり自分で実験しなくてもいいのにみたいなことがあると思います。それをやるための それを公共のデータベースから、えー、とあらかじめ取ってきておいて可視化できるようにしておいてそういう実験を自分で一個ずつあれこのデータどっかにあったっけみたいなことをしなくて済むようなのを、えー、やってるものでして、えー、それがですね、えー、ともともとはこれあのいくつかの遺伝子発現の手法、まあ、さっきから言ってるのは、えー、とマイクロアレイと NGS だって言ってますけれども。えー マイクロアレが使われる前から EST エクスプレッション・シーケンス・タグっていうふうにこれもはつ、えー、とシーケンサーで発言を測る方法でしたけどそういうものもあったし、えーまあ、NGS 使った応用の r n セック以外のものとしてこの KG っていうのがあってこれはキャップ・アナリス・オブ・ジーン・エクスプレッションっていってあの理,研の方の理研の横浜であの開発した、えー、と転写開始点なんかの付近の,あの、えー、発言のタグを、えー 見て本当は一番最初はその転写開始点を決めるための手法として出てるんですけどそれの個数を数えることで遺伝子発現の強度も見られるということで遺伝子発現のデータとしても使えるというふうなことで、えー、と我々のところではそれを再利用してます。でそれをまあ4つの異なる実験手法って呼んでますけどその4つの異なる実験手法に関してまあいろんな細胞でまあ見たデータが見れるようになってますと。 でえっと、それでですね掲示のデ,データに関してはあのファントムってあのプロジェクトでやっててファントム5というので論文化されたというか、まあ、リリースされた時に、えー、人で、えっと、556種類とマウスで286種類の,あのこの辺の、えー、種類の、まあ、サンプルのデータが入ったのでそれもこれの我々のリフェックスのとこに取り込ませていただいてそれがまあ見れるようになっていると。 いうことを、えっと、みんなで、ちょっと、やってみたいなと思います。で、この FX に関しては、去年、えっとえ、論文発表しまして。え、サイエンティフィックデータって言った、あの、ね、ネーチャー、グループの、あの。データジャーナルっていう、カテゴリーができたんですけど。それに、えっと、論文化、させていただきました。 でまあ、それが出る前から、まあ、誰にでも使ってもらえるようにって言ってずっとやってきたんですけど、まあ、それのおかげであの実際そういうレフェックスを使って自分たちで特に実験しなかったけど公共データベースではこう言ってるからいいんだというかそれを、まあ、あのやってくれたような実例が、まあ、ここでは一番最初に使ってくれた一件だけ載してますけど、えっと、レフェックスを使った論文っていうのはどんどん今増えてて、まあ、論文で見た限りはもう10本 以上あの使ってていいいいただいているという状況です。まあそう,いうもので,す、ね、でえー、っとまあ皆さんで使ってみようと思うんですけど、まあ、一応ここでまとめてあるんですがこの RefX でできるのは、まあ、今もうさっきも言いましたけど正常組織における遺伝子発現データを調べることであるとかあとは、えー、測定手法によってどういうふうに違うデータが出てるかとかえー、っと。 あとでちょっと言おうと思って言ってなかったんですけど組織特異的発現している遺伝子っていうのがあのクリックしていくだけで見つけれるとあと、まあ、遺伝子発現なので見出されたよく分かんない遺伝子の、まあ、今まで自分たちはあんまりなじみのない遺伝子なんかの遺伝子の機能とかその発言とかがまあ分かるというふうな、まあ、あの特徴があります。それをまあちょっとこの実例で使ってやっていきたいと思います。 でこれももちろん統合テレビがあるので後で分かんなくなったら、えっと、見ていただければいいんですがまず、えっと、皆さんで一緒にこれやってみましょう。レフェックスというのを,これを開きます。これでクリックしてください。はい、これがレフェックスのトップページです。で、えっと、一番簡単な使い方はあのこれ全部アイコンになっててですね、あの今これ脳のところにあるとこで大脳小脳といろいろこう。 マウスすると出てきます肝臓は肝臓しか出ないんですけどあの、まあ、他のところも一緒ですいろいろ組織のやつがアイコンがごとに出てきますで、えー、これをクリックするとその組織特異的な例えば肝臓だったら肝臓特異的な遺伝子発現をしている遺伝子のリストが、えー、とすぐ出てきます例えば今肝臓をやります 肝臓やるとこんなふうに肝臓で組織特異的に発現しているエントリー数がここ、えっと、に出てますけど件あるともちろんちょっと遺伝子の重複ももちろんあるので、えー、遺伝子数とは言いませんけれどもあのこれぐらいの件数が出てきます。で、まあ、この上の方はそういうふうに肝臓特異的な発現がありますよと言われた遺伝子なんですけど実際にこのヒストグラムが。あの この横がそれぞれぞの実験手法になっててあ横じゃない縦か縦がいろんな実験手法になってて横がその辺の相対発現量になってるんですけれどもあのレフェックスではまずこの簡易的に見せるときにまず10種類類の組織に分類してます実際にはでもこの中にいろいろそれぞれ大脳と小脳とか分かれてて実際にはそれが40種類ぐらいの四十種類の組織になってるんですけれどもこんなふうに見ると肝臓は1い 自分の中には肝臓しかないので肝,肝臓グループは肝臓だけなんですけれども確かにジ n チップのデータで発現があるし EST でも高いし k ジでも高いしっていうふうな非常にまあい,い,いい例になってます。でこういうのを1個こうクリックするとこっちどっちでもいいんですけどこれ,これでいいかクリックすると、えっと、こんなふうにさっきは10種類だったんですけど、えっと、40種類の えーと組にえす。それであのこの左の方の、えー、と図はですねこれまあヒートマップあの人体上にその発言のデータをマッピングしたこれヒートマップこういうのをコ,コロプレスマップっていうふうに専門用語で言うらしいんですけどそのヒートマップなんかがこういうふうに、えー、と見える。 でこれも、えー、まあ意味があるかないかは別として、えー、こう胴体の部分だけ拡大して、えー、見れるとかあとはここのこのスライドバーはいろいろ動かして見えるというものですねその向きを変えて見れると。でこれの元ととなっているデータは DBCS の方でやってますあのボディパーツ 3D というのがあるんですけどもそれを使って、えっと、見ているデータ。 それをを使って、えって、と、遺伝子の発現とまあこのアニメーションとかそんな表示も、まあ、できるというふうになってますけどまあこれが意味あるかどうかともかくとしてこういう表示も、えっと、できるようになってます。出るかなちょっと重い感じあこれこんな感じですね。はい、まあ。肝臓ですからちょっとこっちの下の方なんですけど、まあ、そういうのがまあ分かるというふうになってます。はいで ここまでがまあ,あの正常組織40種類の正常組織の発言パターンを見るとかで今はあの発言パターンが高いものだけ見たんですけど当然あのそれぞれあの遺伝子名をあの検索するとか遺伝子の機能でかとかタイトルからあのキーワードで検索することももちろんできるんですけどもえ、まあ、これの例だけ,だけですとここのタブがこれ 40, 分類40種類の,の正常組織になってるんですがこっち側を タタブをククリッすするとそののファントム5のデータになりますこれちょっと数が多すぎてですね、えっと、何が何だか分かんないんですけどこれ実は1個ずつがこれヒストグラムです、ね、になってますでこれヒストグラムがいっぱいあって今これ肝臓特異的に発現が高いっていった遺伝子なんですけど、まあ、いろんなところであの発言があるとただまあ肝臓に関係しているようなものが多いんじゃないかなというのでこれをこのこの部分だけが今ここに 上にです、ね、拡大されて見えているのでここをグーッとこう動かすとその部分が拡大されてこう見えるとさらにこれにマウスを入れるとそれが何だったかというのがこれに出るとまあ肝臓で高い遺伝子だから当然ヘパトサイトなんだけどこれヘパトサイトでも発現が高いっていうふうなことがこう分かるというふうになっています、はい、すいませんちょっと全然スライド見なかったですけど全然ないか残念 そういうような使い方がこれではできると。それがここのえっと解説でこれでやることっていうのでやってることです。まあまあここのところでこういうことができますっていうのはいっぱい書いてあるんですがえっとですねで今のこのやつで。 これ拡大してみますっていうふうに言ったんですけど、えー、ここの組織の名前を検索するのがここで、えー、っとできて例えば「リバー」とかってやると「リバーで GO」ってやるとそのリ,リバーの組織だった遺伝子がこう色が変わってこう見えるとかそういうふうな、まあ、あのツールになっているのでそのファントム5のデータをけん、えー、検索して検索して その遺伝,子遺伝子がどれぐらいどういう組織で発現してたかというのがこう検索するのはこっちで割と見れますでここで見ないと何がえええファントムのオリジナルサイトとでも同じようにできるんじゃないかって言われると思うんですがファントムのサイトはさっき言ったように転写開始点のデータが主でそこでチップのチップセックのような転写開始点のピークのデータはすごくよく見えるんですけれども。 こっちは遺伝子発現のデータに特化して、こういうふうに、えっと、可視化をしているので。こんな感じに、えっと、見えると。いうふうになっています。まあ。なかなかちょっと。使い方は難しいかもしれませんけど、あの。こんなふうにすると。割と簡単に、使えていきます。と。まあ、そういう。感じですね。 でえー、っとまあここまでやったのかでこのこれが上の方のその発言のデータの説明だったんですけど下の方にはそのクリえー、っと選んだ遺伝子の場合の選んだ遺伝子のその、えー、に関する情報がいろいろあって例えばあのジンオントロジーであるとか ジーオートロジーの3種類のものであるとかあと他のデータベースへのリンク最近足したものとしてこの GTEX ですね、まあ、GTEX って名前聞いたことあるかもしれないですけどあのいろんな何,何人かのえ人の個体のえ個別なの,あのえ発言があの,のデータを集めてるサイトですねでこの GTEX は、えっと、ちょっと前にたくさん論文がネイチャーなんかに出たから知ってる方もいるかと思います。 いいると思いますけどあのそういうコラ国際的なコンソーシアムでそういう人の個体のデータを集めててその g t x のデータにここから、えっと、いきなり飛べるようにしてあります。これをクリックするとその g t x の方の該当のエントリーに行ってですねちょっとみんなで行くと遅いかもしれませんけどあのこれの場合は我々の場合はその、えっと、非常に。 そのファントムのデータであるとか今までの40種類の組織のデータであるとかあの人の個体差はある意味無視しているんですけれどもこっちはあのそのどういう個体から取ってきたデータが入っているかとかいうのが見えるようになってて例えばこんなふうに今のはリバースペシフィックな遺伝子を取ってきたからなんですけど彼らのところの組織53種類だと思うんですけど組織の中では。 ほとんど発言がなくて、えー、唯一発言があって、まあ、エラーバーついてるからわかると思うんですけどあのリバーだけですね発言があると。でえっとエラーバーついてるっていうのはそれぞれの個体ごとに発言量が違うからなんですけどこういうふうなデータに、えっと、もあの出ていけるように、えっと、レフェックスはしてあります。なのでまあちょっと、えっと、自分 皆さんの興味のある遺伝子を検索してやってみてはいかがでしょうか。もう一回これ、えー、と最初からあの今のは組織総括的な遺伝子からいきなり始まったんで、えー、とそれじゃあ興味ないよっていうかもしれないので、えー、興味がありそうな遺伝子でちょっとやろうと思います。ここでだからキーワードで検索すればいいんですけど例えばじゃあ「オクトフォー」にしましょうかね。オクトホーあ何でもいいんですよ自分の,あの 皆さんの興味のある遺伝子をやってみればいいんですけど OCT4 っていうのはこれ従来のレフェックスだとこんなふうに OCT4、えーまあ、ってどういう遺伝子かご存知と思いますけどあの、えー、まあある特別な iPS 細胞しか発現してない遺伝子なんですねだから今までの、えっと、正常の40組織だと発現してないんですよですのでまあジ e チップの場合は相対的な発現なので全部の組織で出てるように見えるんですけどあの まあ、多分、えー、嘘あのこれはノーマル上の,、うん、あの間違いであのほとんど発言がないというふうなのでこんな感じでもうあ,のあんまりいい得意的なパターンが見えないかったんですけどまず見えないですね見えないでこれ詳しく見ていただいて、えー、ここのタブですねこっちのタブの方ですねこれをクリックしてもらったら o c t フォー はこの563組織あるうちの一部の遺伝子でしか発現がないとその一部は何かというのをこうやって見に行くと面白いわけですねこういうふうにあ「テラトーマカルチノーマセルライン」これもそうですねこの辺も何かセルライン何かのカルチノーマガンのセルラインまあそれはそうですねあとここら辺でも出てるのがあるのでこれは何かっていうのを見るとあー ES 細胞ですね これ,もこれもそうですね。あこれ iPS か。こ,でこっちあ間違えた間違えた。これはこれもエンブレイクステムセル。こっちもそうかな。あこれ iPS ですね。これは ES か。これが iPS ですね。まあ、iPS 細胞も入っているんでこういうふうな形で、えっと、データが見れるというものが、まあ、あの割とあの非常に微弱な発言のもの。 でもあのこのように、えっと、検索して、えっと、見れるので、えっと、便利であると。でその遺伝子がどういう機能だったかというのはこの下の方のえでジオントロジーを見れば、まあ、ある程度はまあ分かるし、えーまあ、さっきのこの g t ク x のリンクもありますし、えー、いろいろ分かるとそれに付随する情報がこっちから見れるようにっていうのをになってます。まあ、あの自分のの興味のある遺伝子ちょっとこれ出して 検索してやってみていただけるとあの良いと思いますけどいかがでしょうか何か質問あれば挙手いただくとかこっちに書いていただくでもいいんで言っていただければと思います特にないかじゃあいいやはいえー、っとそれ,それでそれでああそっかレフェクスの使い方ともうちょっとあるんですけど、えっと他の まあ細かい使い方はちょっと今回は省略してですねこうやって横に並べて見れるようにっていうようなこともできるっていうふうな機能も比較して見せれるっていうふうな機能もありますのでこれもまあ使っていただけたらと思うんですけど今日はちょっと,えっと飛ばしますあの統合テレビの方には使い方ばっちり載ってますのでそっちで見てくださいちょっと先を急いで他のこれをちょっと今回はやろうかなと思います。 皆さん簡単すぎてちょっと退屈してるかなというふうに思ったのでちょっとちょっと応用のやつを1個やろうと思います。でこれなんですけど、えっと、DBCS の方であの、まあ、データの再利用え公共データベースの再利用をやってるものの一番、まあ、割とあの分子生物学会なんかで発表すると一番引きがいいのはこれであのこれはチップアトラスって言うんですけどこれ何かっていうとあの チッップセックのデータです、ね、そのクロマチ免疫信号である特定の転写因子があの、まあ、くっついていると思われる領域を、まあ、予測計算してその領域がどこだったかという情報を、まあ、あらかじめ全部のチップセックのデータに対して公共データベースに登録されたチップセックのデータに対して登録しておいてそれをですねデータベース化しておいてそれがウェブブラウザ上から見れると。 そういういいももののを、えっとえー、用意しているものですこれに関しては、えーっとまあ、うちの統合テレビにももちろんあるんですけどあのちょっと使い方をちょっと本当は応用なんですけど応用でいつもやらないんですけど今回はちょっと30分長いので、えー、っといつもより長いので、えー、っとそれをちょっとやろうと思います。でこのチップアトラスなんですけど、まあ、いくつか大きく分けてこの4つの機能があるんですけど、まあ、一番、えー、っと皆さんが 興味があるのはこの実際に狙った転写因子がどこにあるかというのと狙った遺伝子の周りにどんな転写因子の結合サイトがあるかだと思います。それがこのビー g b、Q、ブラウザとターゲット人員というので見れます。 でこれに関してなんですけど、えー、とピークを見るためにはあのゲノムブラウザーがあの必要にになるんですねこれに関しては今回ちょっと言ってなかったんですけど応、まあ、用なんであんまりやらないと思ったんですけどすでに入っている方もいると思うんですがこの IGV ってやつですねインテグレーテッドゲノムビューワーっていうのがあ,のあって NGS やってる人は多分もうすでに入っている人が多いと思うんですけどこれをあの起動しておく必要があります。えっと これを起動しておくと、あの、このピークのブラウザのものは、あの、えー、すぐに見れるになり、あの、データがすぐに見えるようになります。で、それ以外の、えっと、ターゲット人とか、それ以外は、あの、このブラウザがなくても、えっと、見れるんですけれども、えっと、まあ、今日は説明の都合上、ピークブラウザはちょっと、あの、これ、僕がやるだけにしますけど、もちろん自分でやれるとか、このもう IGB 入ってますっていう人は、えっと、一緒にやってみてください。 でも出てこないないちょっとピークブラウザーのところをクリックするとこんなふうになっててちょっと設定する部分が多いんですが、えっとまあ、全ての遺伝子から見るあの全てのデータから見るからあのまず生物種をあの何の生物種を見ますかっていうのを選ばないといけないですね、まあ、人,人、マウスいいろいろあるんですけど実はこの ラットはごく最近これ加わりましたあとんや、えー、ったかなえっ、ー、とねドロストフィラとシーエレガンスも割と最近入ったと思いますあのなので生物種は割とあの増えてるんですけどそのチップチップセックのデータがある生物じゃないともちろん再解析結果は見れませんからあるものに限定されるんですけどこういうふうになってますえーまあ、何でもいいんですけど ここの例で例で書いてるのは僕はマウスで、えー、アンティジェンに TFTF ってトランスクリプションファクター TF トランスクリプション転写因子のことででクラスアディポサイトにしてピーパーガンマーのゲノム領域を見てみましょうって言ってますのでちょっとそれでやってみたいと思うんですけどちょっとゲノムブラウザーは大丈夫かなまあいいやちょっとやってみましょうえっと マウスにすると、ここのタブでマウスって選ぶとマウスになります。で、まあ、TF&Others にします。これはあの、えっと、チップセックのデータって転写因子以外もヒストンのデータであるとかいろいろ他にもあるからなんですけど、他のデータ入れると自分のデータ見づらくなるので、えっと、こういうふうに、えっと、転写因子だけに選んだ方が僕はいいと思います。で、まあ、細胞のタイプもいろいろあるんですけど、まあ、今回は、えっと、アジィポサイトの例にしようと思います。それで こうやって選んでおいて、ビューオン i g v ってやると、本当はここから IGV が、えー、と起動するんですけど、お前の IGV が起動してないよって言われちゃったので、なんか起動してないそうです、これ。なんか起動してないみたいに。ちょっとあれですね、ネットワークがつながってないのかなちょっと待って。ちょっと待ってくださいね。ちょっとつなぎ替えるか。 ちょっっと待ってくださいねあの別のネットワークにててやってみようと思いますこれは基本的にはその普通はこの IGV っていうのは自分のパソコンの中のデータを見るためのソフトでリファレンスをするゲノム配列も全部自分の内部に持っているはずなんですけれども今からやるあのタイプの,あのアプリケーションは外部にえっとリファレンスゲノムデータを取りに行くのでネットワークにつながってないとうまく動かないんですね。 だからです起動したかな多分してると思うんですけどそれであダメだおかしいなそういう時はもう一回これ最初からこうやって選び直してダメだなあ IGB がうまく動かないななんでだろうなまあいいやあの うまくいくとあの特定のこれで選んだあの、まあ、ここである程度の転写因子を選んでますからあの転写因子いろんな転写因子で、えー、あのアジポサイトっていうあの実験だけに絞り込んでますけどそのある特定の遺伝子を見に行くとその特定の遺伝子の周りにチップセックのピークがあった実験が今まで知られあの公共のデータベースのであればそれがまあ あのピ,ピークとしてゲノムブラウザーで見えるとそういうまあものになってますでもう一個の方ちょっと、えっと、せっかくなんでやってみましょうこのターゲットジンの方ねこれはこれはあのウェブブラウザーだけできるから大丈夫だと思いますこれはですねえっとさっきと逆で、まあ、まあマウスでアンチでピーピー,ピーパーガンマやれって言ってますけど、まあ、これも生物種選んで えっとまあアンティジェンって言ってますが結局は抗体リレー選ぶものなんで何でもいいんですけどその転写開始点からの周りの距離を選べって言ってますけどとりあえずこれはあの1キロぐらいにしておいてこの転写因子があのダイレクトにくっついてそうなあの遺伝子のリストを出してくるんですね簡単に言えば。 だからこの転写因子があの下流で制御してそうな遺伝子っていうのがあの出るんですけど1個ずつの実験の場合の,その,えっとそのくっついてそうな強さっていうのがこのヒート色のこの具合になっててでこれ1個ずつの実験が横にずっといっぱい並んでて赤になればなるほどこうそのあのバインディングが強かったでしょうみたいなあのものになってて。 で縦がその実際に候補の遺伝子のリストになるわけです。上に行けば行くほどその今の p ーパーガンマーの下流であったか確率が高い遺伝子ということになっているんですね。でこれがいっぱいこの SRX っていうのがその1、えっと、個ずつの遺伝子,の,遺伝子,遺伝子あの公共のデータベースの,あの実験条件でいっぱいこれ実験があるのでこんなふうにたくさんあります。ありますが実際の キャンディデートの遺伝子はこんななふうにってますでこれも実はパラメータの多い解析で、えー、どれ以上だったらあのくっついてると言えるとかいうのが言えないからこんなふうになっててあとさらに言う,言うとですねあの、えー、と今見てるのは本当あの転写開始点から1キ,ロ1キロの周りだけを見てるんですけどそこの範囲をいろいろ5キロであるとか1 0キロであるとかそういうふうにあの変えてです、ねまあ、データをこう見ることができますと変えると。 またデータもいいろろ変わるんですねこれも一個ずつ見るの大変だからここでこうやって打つとですねこうやって候補が出てきますから P パーガンマで1 0キロとかにすると多分もっとたくさん出てきて大変なことに見づらくより見づらくなっちゃうので減のか1 0キロの場合は。 まあなぜ減るかというとあの領域を増やすと,、えっとその中に入ってくるので、えっと、数は増えそうなんですけど優位、まあ、なものは減るということだと思います、まあ、そういうふうにデータを見るものはあってほかにもちょっとやってみようかえっとこれか人で、まあ、TP53、まあ、そろそうか人にしといて P53 ですね P53 を選んで、まあ、これも転写因子ですから、まあ、1キロぐらいにしといて ポテンシャルターゲット人、まあ、P53 のターゲットになっている遺伝子を、えっと、公共のデータチップセックのデータから予測すると、まあ、こんなふうな遺伝子が多いよとただあのただですね、えっと、今言ったみたいにその転写開始点あのそ,のそれぞれの遺伝子の転写開始点の1キロ,1キロえー。 転写開始点ががキロ以内にそ,れがそのサイトがあるっていうふうな条件で選んだ場合っていうふうにこれはなっててそれをいろいろ変えるとちょっと結果もいろいろ変わってくると1 0キロにして TP53 とかってやるとこんな感じで結果はちょっと変わるんですね変わるけどまあ当たりの遺伝子は m d m 2とかは これらしいんですけど、あのこんな風にあの変わらないんですけど、まあこんなデータがまあ一個ずつ見れるという風なまあのものがあります。ただこれのまで実際のデータの解釈とかそういうのはあのまそれぞれちょっと難しいんですけれども、まああの自分で一個ずつこれのデータをですね再解析することを思ったらこういう風うに表示してくれるのは非常にいいのであのぜひ使ってください。これひょっとしたらあれですね。 僕のこのこ使ってるブラウザーが悪いのかもしれないのでちょっとサファリにしてですねちょっとやるとジップアトラス大丈夫に起動してると思うんですけどねこれでピークブラウザー起動してますねピークブラウザーにしてマウスにして TF にして ADIP にしてビューとあっ動いた動いた。 なんかちょっと I 側がちょっと IgV 側が不具合だたたみたいですねでこれ今マウスにしてるんですけどマウスにすると全部の染色体が出てて1番から19番までと X が出てるんですけど、えー、っと今選んだのは、えー、転写因子にしてアディポサイトの中でどうなってるかということだったんですけど全部は見れないので、えー、っとここでちょっととりあえず反則ですけど P, P パーガンマ。 ここを見,よう見るとこれがキーパーガンマ遺伝子マウスの遺伝子で矢印がこっち向いてますから5プライム側がこっちでこっちが3プライム側なんですけどその全域でど,どんな転写因子の結合サイトが予測されたかというのがいっぱい出てます。ですが、えーとまあ、いろんなものがもちろん予測されてるんですけど5プライム側だけが見たいのでちょっとこれをちっちゃくして。 えとこの辺だけが見たいよというふうにするとまああのー、PRDM16 とかまあそれらしいの出てますねでこういうものがくっついてたとでこれも実はいろんなものが、えっと、同じところに、えっと、これ、えっと、チップのピークが同じところに全部あるので、えっと、こんなふうに非常にたくさんがあって見づらいのですけどそういうのは拡大していくとですねだんだん分離してきますから、えー、いいんですけど。 この辺がそうかなブラウン・アディポサイトでこういうものがこの転写石がくっついてたっていうふうな事実が一応あのまあわかるので自分でチップセックのデータをまあ再解析しなくてもまあできるとやることはこの IGV っていうのをというアプリケーションをダウンロードしてきて入れといてこのチップアトラスで辿っていけばわかるという感じになってます、まあ、ですけどまあ IGV とか簡単に入るのであのえっと まあ、あの家帰っっってててちょっとやってみてくださいこ,れこういうふうな、まあ、あのチップセックの再解析というのも割と、えー、ポピュラーなあのデータの再解析になってます。はい、それがこの応用の1でした。はい、で、まあ、最後なんですけど、えーっとえー、っとたくさんの遺伝子リストですね。あの今回皆さんに、えー、っと書いたと思うんですけどその遺伝子リストがあったきに遺伝子リストがあったに。えー 遺伝子リストをお持ちですかということを聞いて遺伝子リスト終わったときにそれをどう解釈しますかというのをまあやるんですけどこれはですねもうエンリチメント解析っていうのをもうやるっていうふうなのが定番になっています。でエンリチメント解析って何かっていったらあの簡単でしてある集団あるあの、まあ、全体の中からある集団を取ったときにその集団の中にどういう人が多いかと。例えば この部屋の人たちはその世間浜松市のええ人に比べたらお医者さんが多いですよね。あとは大学関係者が多いですよね。当たり前なんですけど、まあそういうふうなのを多い少ないというのをちょっと定量的にやって、その自分が取ってきた遺伝子群の属性は何かと。で昔だったら取ってきた遺伝子が1個か2個しかないから詳細に調べれたんですけど、今は自分が取ってきた遺伝子が100個とか1000個とかあるからその。えー 全体の特徴は何だろうかと何だろうかみたいなのをまあ調べるんですけどそれの、まあえー、やるツールですねで僕もこれ実際あの、えー、基礎医学の研究者の人と組んでですねそうでこのエンリチメント解析の、まあ、を応用して、まあ、論文出したりしてるんですけれどもその時にどういう手法を使ってるかというのをちょっと実,実例を交えてというか、まあ、実,実例というよりは、まあ、あの実際の皆さんと一緒にやろうと思います。でこれもですねあの トップハットと一緒で、まあ、トップハットは最近もうあんまり古くて遅いから使うなというふうになってるんですけどもうこっちも同じで昔からはこの、えっと、エンリチメント解析というかこのエンリチメント解析にはデイビッドっていうツールを使おうとで実際にそれも使今も使えるんですけどそれよりは違うツールがもっとたくさん出てきててその一つとしてこのメタスケープっていうのがあります。でこれはですねあの 統合、まあ、テレビにも、えー、とこの辺の使い方を作ってもらってますけど、まあ、基本的にはあのその DAVID っていうツールと一緒であの遺伝子の ID のリストを、えー、と貼り付ければその遺伝子の ID のリストの中に何が多かったかと多いかというのを、まあ、言ってくれるんですけどこのメタスケープは、えー、とウェブのインターフェースがなかなか今風になっているのであの私は結構好きで最近使ってます。はい でまあ、エンジメント解析に関しては、まあ、この辺になんかそういう説明らしくことを書いてますけど、まあ、あの遺伝子リストを得るって今言いましたけど、まあ、そういうのをあんまり知らない人に向けにちゃんとお話しすると、えー、よくやるのがその遺伝子の発言解析で2つの状態を比べると。で2つの状態を比べたときにその2つの状態で著しく発言が上がっているものとか下がっているもの要するに変わっているものっていうのがまあ得られると。 その時にその変わっているものってまあもちろんどこで息知切るかというのはそれぞれの人のとかそれぞれの研究次第なんですけどそれをやった時に例えば上位500個の遺伝子を取って差分があったものの上位500個みたいなのを作ってその500個がどんな特徴があったかとそういうようなことをまあするんで何個取らないといけないかとか何個がいいかとかいうのは割と任意ではっきり言うと答えがないと。 なんだけどそれで何かしら差分があったものっていうのは皆さん持っているとそういうことがまあ多いんですね。それをまあ使ってやろうとっていうので今回もちょっとサンプル用意させていただいたんですけどそれがですねまあこれ僕の僕自身がやってた研究というか今もやってますけどであのここにちょっと隠してありますけど、えー、公共遺伝子の発現データベースからメタ解析ってって要するに発公共データベースの 発言データを解析してある2つの実験状態で異なる何なか変わってるんですけどその2つの実験条件で差があったもの差があったものなんだけどみんながやった実験あるただ単に差があっただけだったら1回の実験でいいんですけどまあたくさん公共データベースに同じ実験 が他の人がやとか他の実験条件でやったのが登録されててでそれでですねいろんな実験条件で発言差があったとかなかったってまあこれもある基準決めるんですけど発言差があったなかったっていうのをまあ記録していってですね10回以上発言差があったよというふうにあのこれはアフィって書いてあるアフィメトリックスの実験ですけどアフィメトリックスの実験やつで、まあ、10回以上あのその公共データベース、まあ、これもともと 何個からやったかっていうのもちょっと本当は問題なんですけどあの10回以上発現差があったというふうに、えー、と得られた遺伝子を、まあ、リストにしてますこれですねこれなんですけどこれだけ見て分かる人がいたらあのぜひ手を挙げてほしいんですけどいないと思いますこれいっぱいあるんですねこれ見てあこれは何の実験ですねボーノさんっていう人いますかねいないですよねこれですこんなたくさんあるんですねこれも、まあ、リストを 使ってこのリストに何の特徴があるかで、僕は今言わなかったけど、何の実験の差分化というのを当ててもらいたいと思うんですけど、それがですね。これじゃない？えっと続きなんですけど、それをまあメタスケープとかまあこれデイビッドでもいいんですけど、あのまあいろんなツールあるからいいんですけど、今日はそのみんなでメタスケープでも使ってみましょう。ということでメタスケープを使ってみたいと思います。これ簡単です。はっきり言って、このサイトにアクセスして、これの今のやつを貼り付けて、あのクリックするだけです。じゃあやってみましょう。 でメタスケープ、まあ、これ復習用の統合テレビもあるんですけどメタスケープのウェブサイトにみんなでアクセスしますはいみんなでアクセスしたからちょっと不機嫌かもしれませんちょっとこのサイトにあのいいんですけどちょっと重いんですよねはいそれで戻りますえっとえっとあれ,れかでアクセスしますそうするとこんな画面になってて なんかちょっと今風じゃないですか <laughs> 今風って感じしないかなまあいいやでえっ、ー、とで今のプローブ ID のリストをコピーペーストしますでえっ、ー、とこのサイトのさ,さっきのここのこれですねこれをえっ、ー、とまあさっきも僕やりましたけど、えーとえーとえー、と右クリックして新しいタブで開くみたいにしていただくとこういうふうにページが出ますんで。 でまあこれをセーブしてこのファイルをこ,れこのページをファイルとしてセーブしてアップロードしてっていうやり方でもいいですしこれを全部、えーとえー、すべてを選択ってやって、えー、コピーてしていただいてここに、えー、貼り付けるでもいいです。 貼り付けてサブミッドしますちょっとかかるかもしれませんけど、ちょっとこれね、あの実はあの遺伝子の数多いんです、ね。そうするとですね、この人結構賢くて、んお前が投げたのはアフィメドリックスの ID だなってこう言ってくれるんですね。これがなんかいちいちこう指定しなくてよくて、はい、便利ですで、えー。で、ステップ1はこれで終わりで、ステップ2でインプットアズスピーシーズで、まあ、 どのスピーシーですかって言ったんですけど実はアフィメトリックスのこの ID はあの ID を入れるとその生物種がもう分かるんですねだからもうこれ自動認識であ,のあなたのはホモ・サピンスだよねってこう言ってくれてるんですね、まあ、それでいいんですもうだからステップ2はもうそのままでよくてでこれでもういきなり「エクスプレス・アナリス」ってボタンをするともうエニチュメント解析やってくれます便利ですねなんだけどここからちょっと時間かかるかもしれません、まあ、こういうい ようなツールがあってでまあそれ以外にもえっと先ほどから言っているのデ,イビッドデイビッドというのがまあ昔から使われてますで今僕がやってる操作がここにスクリーンショットで出てって今この4番をやってる感じですねなんだけどまだちょっと時間かかると思います皆さんどうですかつながらないみんなで落ちたつながらない遅いかもしれません まあでもともとこのツールちょっとあのレスポンス悪いというかあの遅いんで、まあ、あまり気にしないでください、まあ、待ってればいつか終わりますんでこういうふうに,最後は100になってあの終わってて終わくれもともとこのツール遅いんであ,のあなたが皆さんが悪いとかこの、まあ多分みんなでやってるからというのはもちろんあるんですけれども、まあ、もうちょっとしたらこれ、ま、終わると思うんでこれなんかすごいこのツールは えぐいこと書いてて。まだ。これですね。まだデイビッド使ってるのみたいなのが書いてるんですね。これね、ディプレイスデイビッド。デイビッドアドファイナリーアップレイディードアフターシックスイヤーズ。これは実はここで煽ってて。デイビッドはなんと六年もデータを更新してないんですよ。みたいなのがここに書いてあったんですね。ブログで。そしたらデイビッドの方は、あの。データ更新、再開したんですよね。ということがあって。で、割と。このツールが、まあ、注目を浴び。てまして。 まあツールインターフェースもすごくいいしデイビッドでやってる解析をほぼ保管というか、まあ、リプレイスできるぐらいのツールで割とあの僕は、えー、使ってますで共同研究者にも非常に評判がいいですので皆さんもぜひ使ってくださいあれ終わんないな終わったかなまだ終わんないですねまあちょっとみんなでやってるからかもしれませんけど 5時,5時10分まで待って終わらなかったらもうちょっと待って終わらなかったらどんどん説明を再開します、はい、であのこれやこれの解析とかはもちろん統合テレビに載ってるんですけどあのこの辺の話もあのこっちの本人も載せ、えっと、てありますあ急に進んだっとしてののしたら進むんですよねちょっと待ってください、ね、あともうちょっとで多分出ると思います はい、これですね最新のツールにキャッチアップしていくためにどのようにアンテナを張っていけばいいでしょうかツイッターやりましょうツイッターであの皆さんこういうツールなんかを、えー、いろいろ言い合ってますあとそういうふうなところで、えー、聞くとですねこれを使えみたいなまだこれ使ってないのかみたいにこうちょっと煽り口調で言われたりしますんで、はいありがとうございます。 ああれ僕はありがとうできないのすいませんありがとうございます、まあ、新しいツールまあそれぞれ皆さん自分が個人がさとにかくよく知っていることっていうのはあんまりないので、まあ、それぞれ皆さんの知識っていうのがあってそれぞれそれをまあすり合わせる場っていうのがやっぱりそういうあのオフラインオンライン上のコミュニティとしていいしまあ あのオンラインだけだと不安だという場合はそういう,うあの学会の,あの研究会だとかそういうところに行くとそういうあのツールとかどうとかっていうのは割とわかると思うんですけど NGS の関係のツールに関してはまだまだえっ興、と、が激しくて何があのファイナルアンサーかっていうのは出てないブラストみたいにもうブラスト以外はないでしょうみたいな状況にはなってないと思います。はい、はい終終わわりましたたるとと、ね、ちょっっかかったんですけどこうううふうに ボタンが出てきますアナリシスレポーートペジで僕が今投げた、まあ、あれ600個ぐらいあった ID なんですけどの遺伝子が関わったものが多かったのがこの多,かったか多かったっていうのがこのえっと、まあ、この、まあ、ログピーチでこれ出れてて上ほど。 それらそれが多かったんじゃないかという有意なものができますまあ皮膚アンパスですね皮膚アンの TF 転写因子のパスで書いてるやつレスポンスとオキシデンレベル、うん、まあ実はその通りで実はこれ低酸素を上酸素から低酸素にしたときに動いた遺伝子を実はさっき投げたんですよね上酸素から低酸素になったときに遺伝子の発現変わるんだけどそれが変わったって判定された 実験がが多かっったややつつとこになってますそれが今回のやつですで、えー、っとでこの時にこれは例に出したんですけれども見てほしいのはあのデイビッドだったらあのジーンオントロジーのバイオロジカルパスエとかモレキュラーファンクションとかあとケッグのパスエとか1個ずつ別々に見ないといけないんですけどこの、えー、っと結果がいいのは全部1個の表にしてくれてるんですねヒストグラムになってるからジーンオントロジーの ID から始まるものはもちろんジーンオントロジーだし この h s a のなんとかでこれ k e のパス性なんですね。あと他もなんかこれパス性なんだけど下の方にちゃんと説明があります。でっていうふうにえっとまあ混じって全部出てくれてるからすごくあの解釈が一目でわかるというのであのいいんですね。でこの図が今ウェブページで見てますけど図が欲しかったらこの PDF っていうところをこれクリックしたら PDF でダウンロードできてえっとこれ論文,論文クオリティの図にもなってます。 はい、で投げた遺伝子はど,どんなんでしたかとかいうレポートとか、えー、とこの辺説明ですね。で今言ってた、えー、と M の M の255って言ってるのはカノニカルパスウェイって言ってるこのメタスケープの時にはカノニカルパスウェイって呼んでいるもので、えー、とどういうものだったかとか。 GO はこれ G オントロジーのこれバイオロジカルパス A でしたとかでさっきの HSN なんとかっていうのは、えっと、僕ももう種明かししちゃいましたけどケッグのパス A ですねだっていうふうに書いてたりあとこれの R の HSN なんとかなんこれリアクトームっていうこれもパス A のデータベースですけどの中のこれでしたというようなことがザーッとザラ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 って書いてあるんですけど でまあ、これはカノニカルパセイっていう呼んでいるものの中のどこの部分が、まあ、あの今回のやつで遺伝子発現の変動があったかみたいなのをこうグラフネットワークでまあ表示してくれたりとかまあタンパクタンパクインタラクションのデータベースから引っ張ってきたらどうだったかみたいなタンパクタンパクインタラクションのデータベースというのが世の中にあるんですけどそういうものはパブリックに、ま、学術的な研究でやっているものもがあるんですけどそこから、えー、今回の遺伝子発現で、えー、変動があったものを サブグラフとして抽出してみるとこんなんでしたよみたいなのがこう出てくるとかまあなんか本当えっといろいろ情報があるんですねでこの結果をですねまあこんなにこんなんでもらってもしょうがないよとなんとかしてくれって人が多いので実はパワーポイントですでにご用意しましたというのがこれですねリンクこれこれクリックするとこの結果今ウェブサイトで見た結果がすでにあのパワーポイントになってですねえと出てきますはいこれですね ごめんなさい僕 Mac でパワーポイント入ってないので、えっと、キーノートに変換してみます皆さんパワーポイント入ってるとそのままパワーポイントで見れますんでこういう時ちょっと不明なんですね PDF でもいいんですけどこうですねこんなふうにあなたのえー、っとあなたの結果は困難んんでしたっていうのはこういうふうにもう出ててこうやってパワーポイントでも説明できるんですねこうやってこうやって まあそんな感じに、これは自動生成してくれてるんですね。こういうようなツールがこのメタスケープになってます。うん。まあそんな感じなんですけど。まああの遺伝子リストを持ってるって言った人、こ,このえっ、ー、と今日聞いてる人にもえっ、ー、と2桁の2桁の大台でいたので、こういうのに投げていただくとなんかわかるんじゃないかなというふうに思います。 ですのでぜひ使ってやってください。でまあ時間あるんであのいろいろ自分のやつでエンリチメント解析やってくれるといいなと思うんですけどみんな帰ってくきませんかまだ。<laughs> ダメですかダメだったら申し訳ないんですけどあのまあ一応あの今はこのメタスケープでツールやったんですけどさっきほどら言ってるそのデイビッドっていうものでも同じのができるので今のえっと 結果を使って結果っていうか僕がこれでコピペしてやってくださいって言ったこのこのこのやつを全く同じのをデイビッドでやってみ見るとかちょっとそういうのもまあいいなと思ったんですけどまあ皆さん結構お疲れのようなのでそれを置いといて、えー、とまあそういうようなことがまあおあの応用の2でえと用意してて実際のそのデイビッドのツールデイビッドもちょっとせっかくなんで。 ちょっとどんな感じかぐらいは見せようかなと思うんですけど <laughs> デイビッドってすごくてデイビッドででググる一番出てくるんですよねほらこれ僕だけかもしれませんけど皆さんは1位ですかね僕は1位で出てきててか僕は多分デイビッド何回も使ってるから1位になってると思うんですけどこんなんこれやす。はい、ですでこれはものすごくエンリジメント解析の老婆でもともとマイクロアレイの時代からこれ使ってました もともとこのエンリチメント解析っていうのもあの今でこそなんか r n s クのデータ解析のみたいに皆さん思ってるかもしれませんけどもともとはそのマイクロアレイで発言差がっていうところに言っていましたで実はそれは発言差の話を今しましたけど実際にはそう,じゃそうでもなくて何でもよくてまあプロテオーム解析でもメタボロームでもあのとにかくターゲットになりそうな遺伝子が複数あるとこういうあのエンリチメント解析するといいよと。 いうのでやっててこの、David、の場合は David で今こバージョンが上がって6.8になってるんですけどこれでできるとこれ,これもねえっと、ちょっといろいろクリいろいろえっと、えー、ボタンを押すとこが多くてわかりづらいんですけどさっきのメタスケープに比べるとこれはですね実はこれスタートアナリスって押していただいて同じのをやりますねちょっとせっかくじちょっと時間余ったんで。で これでやっぱり、えー、ID の一覧をコピーしといてでここに、えー、貼り付けると。で、ステップ1、えー、エンタージーンリストで,でここで面倒くさいんですけどあなたの実験を何ですかって選ばないといけないですね。でまあ普通はまああの今回のやつでアフィメトリックスの 3'IVT の ID、IG、古いんですけど、まあ、いわゆるアフィメトリックスの ID です。で、よくてで、あなたが入れたのは何ですかって、ンリストなんですけど、ジンリストってチェック入れて、で、これで、サブミットリストします。そうすると、あなたのは多分人ですねって、これも選んでくれるんですけど、こうなります。で、まあ、ステップ1が終わってるので、えー、っともうこっち側見て、 ファンクショナルアノテーションツールというところをごクリックしていただきます。そうすると、デイビッドバイのエンリッチメント解析というのが出てきます。さっきと違うのは、一個ずつ見ないといけないですね。えっ、ー、と、ジンオントロジンのやつの BP、これバイオジカルプロセスなんですけど、のチャートってやると、バイオジカルプロセスの場合のデイビッドの結果がこんな風に、えっ、ー、と、 出てきますがが、えーはい、これが結果なんですよだからこうやって、えー、っと一個ずつテーブル見ないといけないいいとけでもやってる結果は多分一緒で、えー、カノニカルグライコライシス、えー、レスポンスとハイポキシア、えー、グライコリティックプロセスというふうに、えーっとまあ、割とさっきと同じような結果が出てデビッドの場合っていうかまあさっきのメタスケープでもそうなんですけどこの辺をクリックするとこの中に入ってた遺伝子は何だったかっていうのがまあ わかるんです、ね、まあそれはどっちもわかるんですけどだけどちょっとこれデイビッドの1個ずつこれをえっとチャートを見ないといけないのちょっとつらいんですよね。モレキュラーファンクションの場合は圧倒的にプロテインバインディングが多いとまあそれはそうでしょうね。まあいいやあとはえー、っとパスウェイを見るとケッグがあります。えっとね、これか <laughs> 赤,赤,赤印になっているのがこれなんかあの、えっと、デイビッドのおすすめという、えー、ものだそうです。で、えっとまあ、ケグパスのものにマップされたものを見るとケグのパスの中でこれは多分同じ結果出てきてくれないと困るんですけどあんまり違うか同じじゃないかちょっと違いますね、まあ、こういうバイオシンセシスオブアンチバイオティクスグライコライシスとか,なんかそういうふうに。 なってま,すまああのこっからケグの世界に飛んでいけんのかなまあ人員ネームそううまくはできてないようですね、まあ、でまあそれ以外のものもあるんですけどこのパーセントっていうのがその自分が投げたやつの中で。 どれぐらいケッグにマップされたかどれぐらい人ンオトロジーにマップされたかというこのマップ率を表しててこれが高ければ高いほどあまりそのあまりじゃないそのもちろんここに、まあ、今日せっかく伊川大学なんでこういうオオミムとか、えっと、オンラインメンディアインインヘイデンス・インマンツってあのあ、ね、遺伝病の,あのデータベースオミムに対するマ,マップ なんかもあって、まあ、こういうものも見れるんですけどなかなかデータが1個も出てこなかったんでここで域値をもうちょっと今0.1だったんでもうちょっと上げてですね、えー、やり直すと無理やり出てきますけど、まあ、ちょっとあんまりいいいい P バリューではないんですけど、まあ、こんなふうに出すこともできます。ででもも出ししてもあんま嬉しくないので、まあ、現状だと こっちよりはあのさっきのメタスケープを使う方がいいんじゃないかななんて思います。はい。なんかはい今日はこんな感じにでちょっと最後あれでしたけどこういう感じでやったやってあのもっとやりたい方はこのアフィメトリックス20っていうのをやるとえっともできるんですけれどもまああの せっかくなんで今日これ話した中,中であの質問とかがある方いたら今、えっと、やってください。えっとこれはこれはですねえっとまずこれは実はかなり面倒くさいことしてて僕がこれ自分の研究で低酸素の僕低酸素のあの 研究会とかも行っててやっててやってるんですけどそこの時に皆さん低酸素・常酸素のデータとかいうので、まあ、論文出したりするんですけどそれを公共データベースから全部一個ずつ一個ずつ拾ってきてそのペアですね低酸素・常酸素のペアっていうのをずっと集めてきてます。でそれが今えっと人とマウスで集めてて例えばアフィメドリックスの実験の場合はえー 人で多分5 6 0で人マウスで100個ぐらいのペアができてるんですけどそういういのをまあまず集めていきますでそれで全部これの場合アフィメトリックスでやったんであのまあアフィメトリックスの,あのマイクロアレイの解析をまあ一気にかけて RMA とかそういうノーマライズとかしてやってでそれで差分を計算してで何回 それぞれの,あの実験条件で発現差があったかなかったかっていうのをあの1・ロ、え、で、っと、プログラムを作ってそれがあの各遺伝子ごとに、えー、何回あったかっていうのを数え上げて、えーまあ、50回やった実験中30回やったとか10回やったかとかそういうふうなものを、まあ、自分でデータを作ってやってます。ははいいえいえそれはちょっと今 えっと論文書いてますので、もうちょっとしたら出ると思います。<laughs> パンサーはどうですか。パンサーね、いやあのー、いやそれが好きだったらぜひ使っていただいたらいいと思うんですけど、えー、何に関して How about とかっていうのわかんないですけど、基本えっ、ー、と、えー、よく使われるデータベースとしてこういうものああいうものっていうふうになってて、えっ、ー、と まあパスウェイだと今なぜかケッグがよく使われているっていうことで、まあそのえー、僕はあんま使いませんでてけでパンサーは。でケッグもそんなにあの使いたくないんですけど、まあ、ケッグはあの、えっと、割とあのてかそれ言うとあれなんですけど僕実はあの大学院の時ケッグ作ってた方だからあんまりあの悪口言いたくないんですけれどもあのなかなかこう再利用しづらいライセンスになってて。あのえっと 再利用するのに、また何かいろいろ、あの、後で何か金払えとか言われるのが嫌なので、えっ、ー、と、やってないということですね。パンサーはどうなんでしょうね。僕、ちょっとすいません。パスセのデータベースは、あの、今、そういう意味で、えっ、ー、と、どんどん、その。結局から離れていく傾向にあって、割と、えっ、ー、と。さっき、そう、奥田さんが、むしろ、あの、説明してくれたと思ってたんですけど。あの、リアクトームであるとか、ウィキパスエとかウィキパスエドっていうのがあるんですけど。 ののにパススデーータベース作ってるんですねそういうふうなものがあの、えー、と再利用するのにあのライセンス的に、えー、再利用しやすいライセンスとしてデータベースが作られてるのでみんなはそっちを使おうというふうな流れになってます。もちろん優勝のもののああいうインジェネティの,あのパスエのデータベースとかそういうものもずっと使われてきたんですけどやはり優勝であるとか再利用しにくいとかいう理由でなかなか。えー 使,われ使,使いにくいということになっていると思います。